仁工天皇は日本の第120代天皇、意味名は恵ぐみ幼少は関宮。文化6年3月24日、七三門の中宮野であり、冒険中三門天皇系である吉子内親王の養子として立大使された。吉子内親王の父であり、 すなわち自身のイボ兄には、恩人志神皇、越義神皇がいたが何も幼くして皇居しており、過重事故を聖母とする自身の立太子により、冒険、中見角天皇家の高等は、女系も含めて途絶えることになる。文化十四年に即位し、父、皇格上皇の意を受けて、長儀復興に尽力した。皇族や、公家の指定のための教育機関の設置を志し、武家転送、 特大寺実のる県に幕府との折衝を命じた。幕府の了承を得て、その構想が現実のものとなった矢先、放御した。放四47であった。放御の翌年にあたる降下4年、天皇の意志によって、御所の研修門外に、区下工学のところとして学習所が設立され、公明天皇から下使された直学により、学習院と名乗るようになった。明治10年、 明治天皇の命によって設立された皇族、家族教育機関の学習院の前身である。人皇から明治の一世一元の精鋭の移行を経て昭和までの歴代天皇はいずれも終身在位である。皇格天皇の第四巫子。実母は果十字大納言、常一の女、果十字子。聖妃は藤原綱ぎ子。繋ぎ子没後はその妹よし子。 15人の子を設けたが、そのうち12人が3歳までに亡くなった。任工天皇以後は皇太子によって皇位が継承され、現在の皇室まで高等が続いている。人工天皇から見て特人は、今孫に当たる。五月林料料は、宮内庁により、京都府京都市東山区今、熊野泉山町の潜入時内にある五月林料に、事情されている。宮内庁上の形式は、 石像九十刀。また皇居では、皇霊殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、天皇の霊が祀られている。ありがとうございます。